人、いる？私だけど。じゃあ、お邪魔するわね。あのね。もしかして私の料理ってまずい？しないでいいわよ。いいの。言い訳なんてされたら余計惨めになるだけだもん。タクト、あたしよ。いいのよ。料理が下手なあたしがいけないんだし。それでね、今度はこれをお願いしようかなって思って。ねえタクト、私と交換日記しようよ。うん、最初は私が書いておいたから今度はタクトの番よ。取りに行くから、それまでにお願いね。それじゃね。今日から、タクトと交換日記を始めることにした。子供の頃からの夢が叶って、とても嬉しい。だけど、ちょっぴり不安もあるの。タクトが日記を受け取ってくれなかったらどうしよう。ううん、
タクトのことだから、きっと読んでくれるはず。そう信じてペンを取っています。それで記念すべき1ページ目には何を書いたらいいのかな。今さら自己紹介っていうのも変よね。そうだ、今日私の大好きな宇宙明太子丼を食べたの。タクトは宇宙明太子丼好きですか？ああ、これ取り消し。いきなり食べ物の話題なんておかしいよね。私は別に食欲だけの女じゃないんだからね。他にもいっぱい書きたいことがあるのに、思いを綴るのって口で言うより難しいんだね。でもこうして毎日私がタクトへの思いを書いて、タクトが私に答えてくれて、ずっとずっと日記を続けていけたら嬉しいな。それが私のささやかな願いなんちゃって。それでは長くなるので今日はこの辺で。お返事待ってます、ランファ。まあまあランファ、タクトも反省してるみたいだし、一度くらい多めに見てやりなよ。そうよ、タクトさんだっていろいろと忙しいんだし。タクトさんの顔色、目の充血、かなりの疲労が認められます。結局私の一人相撲だったってわけ。タクト本気じゃなかったんだ。だからみんなの前ではっきり言わないのね。タクトは私のことなんてどうでもいいんでしょ。それなのに私って一人で早とちりしてはしゃいじゃって、本当バカみたい。笑っちゃうわよね。だったらどうして昨日始めたばかりの交換日記の返事を書いてくれないのよ。大体タクトはいつだってそうなのよ。誰にでも優しくして、そのくせ肝心なことは何にも言ってくれない。私のことなんて何とも思っていないのよ。聞きたくない。あんなに優しくしないでよ。誤解させるようなこと言わないで。タクトのバカ大嫌い。何やってるんですか、タクトさん。早く追いかけてください。ええじゃないよ。本当にランファのことを思っているにしても、ちゃんと言わなきゃ伝わらないだろ。それともやっぱりランファさんの誤解ですの？